スノホリの森田優香です。今回はじゃん、こちらの板をご紹介したいと思います。はい、さあ新しい板です。この板はアディクトプロ76というモデルです。前さ、あのサロモンの2024-25モデルの、あの試乗会でいろいろ板をご紹介したんですけど、その時になかったアディクトプロ76っていう板です。いや待ってましたよこれ。うん、待望の2024-25に新しく出るタイプですね。2023-24の時からアディクトっていうスキーは出てたんですけど、すごい人気があったよね。ありましたね、うん、軽い、切れ味抜群というね、はい、そんな特徴のあるスキーでしたね、うん、それに新しい76っていうのが、センター幅が 76mm っていうことなんです。ここの部分ね。そう、これがちょっと広いタイプが新しく出ます。前回のアディクトプロは、前回じゃないですけど、アディクトプロのセンター幅はどうだったんですか、うん、ここに昨年からあったアディクトプロがあります。おお、違い。はい、違い、はい、このセンター幅がアディクトプロの方は66mm、 よく大会とかで使ってる S レースプライムとかと同じセンター幅で、ちょっと細めなんですよね。こっちは 76mm って結構太さが太いと思います。なるほど。はい、でこのアディクトプロ76については、特徴としてはプロも同じだけどブレードテクノロジーが搭載されてます。こちらですね。はい、このブレードテクノロジーは均一にたわみを引き出すっていう性能があるので、綺麗に板がたわんでくれます。でこのアディクトプロと同様、すんごい軽いんですよ。相変わらずの軽さです。軽いので1日履いてても疲れないで楽しく滑れるよね。でじゃん、この特徴のあるサイドウォール、これも廃材を使ってるサイドウォールなので、ちょっと黒いタイプだね。こっちはさ、またオレンジだったり、色がいろいろ違うので、すごい自分の板ってわかるしさ、個性的な感じ可愛いよね。そしてテールの、これモーションテールです。この切れ込みがあることによってコントロール性能がアップします。そんな特徴のある板、違いとしてはやっぱセンター幅っていうところが大きいね。アディクトプロ76のソールの方を見てみたいなと思うんですが、はい、よろしいですか。はい、じゃん、かわいいね。ちょっと色味が、うん、ブルー系、アディクトプロとはまた違います、ね、うん、こっちはね、アディクトプロ、こっちはオレンジっぽい感じかな。ちょっと色味が違うね。違うね。うん、テールのところも少し色合いが違います。まあ、あとはさ、うん、今76って説明あったけど、はい、その 76mm センター幅がなることによってどういう違いが考えられます？幅が広いことによってまず安定感が増すっていうところと、センター幅が狭いとキュンキュンカービングの小回りっていうのがメインになってくるんだけど、センター幅が広いことによってサイドカーブがきつくなりすぎないので、ミドルターンとかの方がやりやすい板です。なのでゆったりこうカービングを気持ちよく滑れる板だと思います。そしたらやっぱりショートターンができるとはあんまり思わない方がいいかな。うん、ショートターンをガツガツっていうよりは気持ちよく圧接されたバーンをクルージングみたいな方がすごいいいと思います。うん、じゃあそこら辺も実際に乗ってみて、うん、まあ、前回アディクトプロについては乗ってるじゃん。はい、でそれに対しても次76を乗ったことで、またそこどういう違いがあるか伝えてもらえれば嬉しいです。はい、はい、じゃあ早速このアディクトプロ76乗ってみたいと思います。楽しみですね。はい、いいね、楽しみ。これ前のアディクトプロの時も言ったんだけど、オフィシャル的にはこの文字が内側が正解らしいです。左右ね。はい、でも板同じだからどっち履いてもいいんだけどね。じゃあ早速履いて
行ってきます。このアディクトプロ76どうでした？すごいね、楽しかったです。おお、どう楽しかったですか？やっぱり安定感がピターっとくる感じと、キュンキュンカービングっていうよりもミドルターンがすごいやりやすかったです。板がギューンギューンって返ってくる感じと、軽いのにバタつかないんだよね。それがすごい滑りやすかった。いいね。なんかさ、持ち運びもいいのに、ちゃんとカービングもできるって最高の板じゃない？うん、最高。軽いしさ、だけどこのバタつく心配っていうのが全然なくて、このセンター幅が広いことによって安定感もすごいあったんだよね。実際滑ってる感じをこっちも見てたけど、安定感あるなって思って見てました。そう、すごく気持ちよかったです。なんか選手レベルだとさ、やっぱりゆうかも俺もそうだけど、 S レースプライムとか S レースフィスの方入って、まあ、ちゃんとさガンガンカービングで攻めていかないといけないけど、普通にスキーする時とかはこういう板でも全然問題ないね。というかね、もし自分が普通に楽しくスキーに行くって言ったら絶対こういう板がいいと思う。こういう板ですね。この板すごい楽しかったです。そしてね、普通にさフリースキーするときってミドルターンくらいが一番気持ちいいじゃん。あんまりショートターンってね忙しいから正直気持ちよくないよね。自分が気持ちよく滑るにはさ、ミドルからロングくらいが一番ちょうどよくて、それにねぴったりだった。ぴったりでしたね。これは長さが170センチだったんだけど、この板だと、もう少し私だったら短くてもよかったかもしれない。他にも展開があるんだね。なのでその用途に合わせて長さは変えていっていいかなと思います。はい、男性だったら全然170でもいいと思う。アディクトプロもそうなんですけど、ビンディングの位置がちょっと前かな、だからねトップが短く感じるので、170センチだったけどそんなにね、うわー板長いなっていう感じはしなかった。そんな感想です。ありがとうございます。はい。2024-25は、この新しいセンター幅の広いタイプのアディクトプロが出るので、ぜひ気になる方、チェックしてみてください。で、これからまだ試乗会とかも全国各地であると思うので、ぜひ気になる方は乗ってみて、この気持ちよさを感じてみるといいかなと思います。いいね、白板。いいね。サロモンホワイト。ホワイト。じゃあ、終わりにしましょう。はい。はい。この動画がいいなと思った方、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。